こんにちは、ご視聴ありがとうございます。今回は韓国ドラマ王になった男の第9話から第16話のあらすじです。このチャンネルは国内や海外のドラマや映画などについて紹介する動画をアップする予定です。もし面白かったらチャンネル登録・高評価よろしくお願いいたします。韓国ドラマ王になった男の第9話のあらすじは以下の通りです。第9話は歴史ドラマファンにとって非常に見応えのあるエピソードです。この回ではハソンが見せる一連のアクションとキャラクターたちの複雑な感情が織り交ぜられたストーリーがさらにドラマティックな展開を迎えます。まずハソンの英雄的な活躍が目を引きます。彼は新親子の横領の証拠を突きつけ公衆の面前で懲らしめるという大仕事をやり遂げます。これによりハソンは王としての権威を確立し彼のリーダーシップが一層光り輝きます。このシーンは歴史ドラマの中で非常に爽快感を提供してくれる瞬間です。しかしドラマはここで一転暗雲が立ち込めます。ギュが陰謀により襲われて負傷しソウンも体調不良で倒れてしまうという衝撃的な展開が続きます。これによりハソンは多方面での対応を余儀なくされ彼の真価が試される時が来ます。ソウンの体調が回復しない中で彼女の健康がいかに物語に影響を与えるかが見どころです。著内官の勧めによりソウンが王宮を離れ静養する決断をする中で彼女の心情も深く書かれます。恋しさが募る中で数日だけ休む決断をするソウンの姿は彼女の人間性と彼女とハソンとの関係の深さを示しています。このような人間ドラマの細やかな描写が物語に感情的な厚みを加えています。一方でハソンの気がかりは妹ダルレの状況です。彼が義老に密かに向かうシーンは彼の兄としての愛情と責任感が色濃く表現されています。ハソンがどのようにダルレと向き合い彼女の問題に対処するのかが物語の重要な鍵となります。第9話はアクションと感情が絶妙に交錯するエピソードです。ハソンの成長と彼を取り巻くキャラクターたちの複雑な感情がドラマを一層魅力的にしています。物語が進むにつれてキャラクターたちの運命がどのように交錯し解決へと向かっていくのかが気になるところです。歴史の中で繰り広げられる人間ドラマに引き込まれていくこと間違いありません。韓国ドラマ王になった男の第10話のあらすじは以下の通りです。第10話は感情の波が激しく目が離せない展開が繰り広げられます。この回ではハソンとソウンの束の間の幸せな時間と物語の緊張感が見事に交錯しています。まずハソンとソウンの街巡りのシーンは物語に一瞬の安らぎをもたらします。2人が共有する穏やかな時間は彼らの関係の深さと互いに対する信頼を再確認する瞬間です。この幸せなひとときは過酷な状況の中での一筋の光明のようであり視聴者をほっとさせることでしょう。しかしドラマの流れはすぐに変わります。ダルレとホンが街に出ていたことが予期せぬトラブルを引き起こします。寺でホンを見かけたダルレがハソンと勘違いするシーンはドラマにさらなる緊張感をもたらします。誤解から始まるこの騒動が物語のクライマックスへとつながるわけです。王宮に戻ったハソンがホンを目にし驚きと混乱に襲われるシーンは心に残る瞬間です。自分のいない間に起きた変化に激怒するホンがギュを呼び出してことの次第を問い詰める場面は彼の強烈な感情を伝えます。ホンがハソンを山中に切り出し虎の餌にしろと命じる命令は物語の緊迫感を一層高めるシーンです。極寒の山中に切り出されたハソンの運命がどうなるのか息を呑む展開が続きます。ハソンが極寒の山中で生き延びるためにどのような試練と戦いを繰り広げるのかがこの回の最大の見どころです。彼の生存のための奮闘はドラマ全体のクライマックスへとつながり視聴者の心を捉えて離さないことでしょう。これまでの緊張感が一気に高まる中で次の展開が待ち遠しくなります。
第10話は感情の起伏とドラマティックな展開が見事に組み合わさったエピソードです。ハソンとソウンの関係が深まる一方で、王宮内での権力闘争が激化し、物語はさらなる緊張感を帯びていきます。このドラマが各歴史と人間ドラマの交錯にますます引き込まれていくことでしょう。韓国ドラマ王になった男の第11話のあらすじは以下の通りです。第11話は物語のクライマックスがさらに加速し、視聴者の心を捉えて離さない展開が続きます。この回では本の暴走とそれに対抗するキャラクターたちの姿が描かれ、ドラマの緊張感が最高潮に達します。本が独裁的な手法を取り始める中、強引にソウンの床入りを決め、さらにチスを再びそばに置く姿が描かれます。本のこの行動は彼の権力欲と自己中心的な考え方が浮き彫りになります。政治のトップに立つ者としての道を外れ、権力を維持するために暴力と圧政に頼る本の姿は心に深い影響を与えます。またウンシムやホゴルが王命で捕らえられ斬首刑にされる場面は物語に深刻な緊張感をもたらします。これに対抗できる者がいない状況で、仲間を守るために辞職も許されない牛の姿は彼の忠誠心と苦悩が如実に現れています。牛が何を選択するのか、その決断が物語の行く末を大きく左右するのです。本が不義によりソウンを廃棄にするとの発言をする中、牛は決断を迫られます。彼が独断で代妃を幽閉するシーンは物語の緊迫感を一層高めます。デュの行動は彼の強い意志と覚悟を示すと同時に、物語の転機を迎えることを示唆しています。そしてハソンが生きていることが知らされる場面では、これまでの展開が一変する予感が漂います。ハソンの生存は物語に新たな展開をもたらす可能性があり、その後のドラマの行方が一層気になるところです。第11話は物語の進行における重要なターニングポイントです。登場人物たちの葛藤と彼らが直面する困難が鮮やかに描かれており、歴史ドラマファンにとって見逃せないエピソードとなっています。物語がどのように展開していくのか、次回がますます楽しみになります。韓国ドラマ王になった男の第12話のあらすじは以下の通りです。第12話は物語が大きな転換点を迎える回であり、歴史ドラマファンにとって見逃せないエピソードです。この回ではハソンが再び王として王宮に戻り、激動の時代に新たな秩序をもたらそうと奮闘する様子が書かれています。ハソンが王宮に戻ると前回の本による混乱を一掃し、人事の大改革を行います。異業務を左遷し、チスを左犠牲から免職する姿は彼の確固たる意志と公正さを象徴しています。この行動によって政治の腐敗と無秩序が少しずつ修正される兆しが見えますが、それは同時に新たな困難をもはらんでいます。ギュの動きも注目に値します。彼はウンシムとホゴルを救い、かつての仲間たちと再会し、亡き師の意志を継ぐ決意を固めます。ギュの姿勢には歴史的な背景を深く理解し、そのために努力を惜しまない強い意志が感じられます。彼の決意はハソンと共に世の中を良くするための力となり、物語に新たな希望の光をもたらします。ギュが本に会いに行く決断をする場面は物語の核心をつく重要な瞬間です。彼の単独行動は本当の対決を意味し、これからの展開に大きな影響を与えることでしょう。ギュの決意と行動が今後の物語にどのような波紋を広げるのか、非常に興味深いところです。一方、チスが道化師の一団の中に王にそっくりな男がいたという話を聞き、疑念を抱く場面は物語にさらなる緊張感をもたらします。チスの疑念がどのように物語に影響を及ぼすのか、そしてそれが新たな陰謀や対立を生むのか、先が読めない展開が続きます。第12話は物語の構造を大きく変える重要なエピソードであり、キャラクターたちの決意と行動が次々と新たな展開を生む様子が書かれています。
歴史ドラマファンにとっては見逃せない刺激的な内容が盛り込まれており、次回の展開に期待が高まります。韓国ドラマ王になった男の第13話のあらすじは以下の通りです。第13話では物語がさらに深まる重要な展開が書かれています。この回はキャラクターたちの複雑な感情と陰謀が交錯し、緊迫感が高まるエピソードです。ハソンがソウンへの愛をついに告白する場面は感情の高まりを見せる一方で、その背後にはさらなる陰謀が潜んでいます。ハソンの純粋な愛の告白は彼の人間性の深さを際立たせ、物語に一層の感情的な重みを加えています。しかし、その愛の表現が一筋縄ではいかないのがこのドラマの魅力です。一方、チスは新平君を引き込むための策略を進めています。彼の計略は王国の未来を揺るがす大きな波乱を引き起こしかねません。チスの巧妙な陰謀がどのように展開していくのか、彼の動きから目が離せません。街中に貼られた王にそっくりな道化を探す貼り紙は物語に新たな緊張感をもたらします。この貼り紙の存在がハソンやその周囲にどれだけのプレッシャーを与えるのか、興味深い展開です。王の体に異変が生じていることに気づいたキムサン軍がその情報をチスに流す場面も見逃せません。キムサン軍の敏捷さと王の体に関する情報がどのように物語に影響を与えるのかな、次回への期待を高めます。さらにチスが王にそっくりな道化が屋敷に現れたという話を聞き、動揺する様子も書かれています。道化の登場が物語にさらなる波乱を引き起こし、今後の展開に大きな影響を与えることでしょう。チスの焦りと彼の対応策が物語の結末にどのように結びつくのか、注目が集まります。第13話はキャラクターたちの感情と陰謀が複雑に絡み合う中で、物語が一層深みを増す瞬間を迎えています。愛と策略が交錯するこのエピソードは歴史ドラマファンにとって見逃せない内容です。次回の展開が待ち遠しいこのドラマはますます引き込まれること間違いなしです。韓国ドラマ王になった男の第14話のあらすじは以下の通りです。第14話は緊張感がさらに高まる展開が繰り広げられます。歴史ドラマファンにはたまらない策略と人間模様が交錯するこのエピソードは、キャラクターたちの葛藤が見どころです。ギュが仕掛けた計画で王の傷を確かめに来たキムサン軍を罠にかけ、彼女をシン・チスの屋敷に送り込む場面は緻密な策謀の妙が感じられます。しかしその計画が思わぬ方向に転がり、キムサン軍が突然姿を消してしまう緊迫の瞬間はドラマのスリリングな展開を象徴しています。誰もが予測できない状況が物語にさらなる深みを与えています。一方、ハソンとソウンの変わらぬ絆が描かれるシーンでは、王でありながらも人間としての弱さと愛情が際立ちます。ギュは2人の関係に気づき、その複雑な感情に胸を痛めながらハソンを諭す姿が印象的です。ハソンの立場と周囲の期待が交錯する中で、ギュの真摯な忠誠心と友情が浮き彫りになります。愛と忠義の狭間で揺れ動く彼らの心情に引き込まれること間違いなしです。さらにカプスとダルレが再びギローに現れ、ハソンを探す姿が描かれるシーンでは、過去と現在が交錯し、それぞれのキャラクターの運命が絡み合う様子が鮮明に映し出されています。ギュはカプスとダルレを守るため宝泉寺への逃亡を計画しますが、この決断が彼らの未来にどのような影響を及ぼすのか、一瞬たりとも目が離せません。今回のエピソードはキャラクターたちの行動と決断が大きな転機となり、次なる展開への期待を高める内容です。策略が絡み合う中での人間関係のもつれ、愛と責任がぶつかり合うシーンが続き、ドラマの緊張感を一層盛り上げます。歴史ドラマならではの奥深さとドラマティックな展開にますます引き込まれること間違いありません。ハソンとギュ、そして周囲のキャラクターたちが織りなすこの物語、次回も目が離せません。韓国ドラマ王になった男の第15話のあらすじは以下の通りです。
第15話はこれまでの緊張感をさらに加速させる展開が待ち受けています。特に歴史ドラマファンにとっては主人公たちの運命が交錯するシーンが見どころで、ハソンの決断が新たな波紋を呼びます。ホゴルの進路を妨害しようとするチスに対してハソンが打った一手はまさに意外性のあるものでした。ハソンがみんなの度肝を抜く解決策を見せることで、彼の機転と柔軟な発想が王としての資質を浮き彫りにしています。その巧みな戦略は見ている者にハソンの成長と覚悟を強く感じさせます。これまでのハソンの変化を知る者として彼の新たな決断には感慨深いものがあります。しかし一方でカプストダルレの隠れ家がついにチスに突き止められ事態は急転直下。テゼーを引き連れ寺に乗り込むチスの姿は無情な権力の暴走を象徴しており、緊張感が一気に高まります。カプストダルレの運命はハソンにとっても避けて通れない大きな試練です。このシーンは友情と信念が試される場面であり、キャラクターたちの絆が試練にさらされる瞬間です。さらにソウンが書庫で偶然目にしたハソンの文字、これまで感じていた些細な違和感がまさにここで一気につながる瞬間は見逃せません。異なる筆跡がハソンの正体を暴き、ソウンの胸に去来する疑念は彼女の心を揺さぶります。王としての責務と一人の人間としての真実を告げる覚悟に至ったハソンの葛藤が丁寧に書かれています。この決断の瞬間こそが物語の大きな転換点となることは間違いありません。ハソンがソウンに真実を打ち明けようとするシーンは彼の人間らしさと王としての責任感が交錯する感動的な場面です。ここでの彼の選択がどのような未来を切り開くのか、続く展開に胸が高鳴ります。歴史ドラマならではの重厚なストーリーと人間模様の深い描写に魅了される第15話、これからの展開にも期待が膨らみます。韓国ドラマ王になった男の第16話のあらすじは以下の通りです。第16話ではついにソウンが王の真実を知るという劇的な展開が書かれます。これまでの愛情と信頼が一気に崩れ去る瞬間、ソウンが受けた衝撃は想像を絶します。魚から全てを聞かされたソウンの表情には絶望と怒り、そして深い悲しみがにじみ、彼女の心の揺れが伝わってきます。王の正体が偽りであったと知った時の衝撃は、ソウンにとって裏切られた感情以上のものであり、彼女の心を大きく揺さぶります。ソウンが王宮を出ていくと言い出した時、その意志の強さには誰もが驚かされます。ギュも必死で彼女を止めようとしますが、彼女の決意は揺るがず、ついに王宮を去ることを選びます。このシーンはただの愛の物語ではなく、ソウンの誇りと信念を映し出しており、彼女の強さと孤独が際立ちます。ハソンにとってもこれは彼自身の存在価値を問われる重大な出来事です。王宮を出ていったソウンを追いかける姿には、ただの愛情だけでなく自らの偽りの人生に向き合う決意が込められています。一方でテビがソウンの廃妃と死を迫る場面では、権力闘争の冷酷さが際立ちます。王妃の圧倒的な権力欲がソウンの命を脅かすという緊張感は、視聴者を物語の深淵へと引き込みます。ハソンとソウンの運命がどう絡み合うのか、次第に見えなくなっていく未来に対する不安と期待が高まります。さらに朝鮮に迫る戦の気配は物語に新たな緊張感をもたらします。王と王妃が不在の間にテビが政治の実権を握ろうとする動きは、単なる家族の物語を超え国家の運命をも巻き込む大きな陰謀を予感させます。このシーンでは権力の奪取をめぐる熾烈な戦いが繰り広げられ、ハソンがどのように立ち向かうのかが大きな焦点となります。第16話は愛と権力、そして信念が交錯する瞬間を書いた緊迫の回です。ソウンの決断がハソンと朝鮮の運命にどう影響するのか、物語の行方から目が離せません。ハソンとソウンが選ぶ次の一手に歴史ドラマの醍醐味が詰まっています。最後までご視聴ありがとうございました。このチャンネルは国内や海外のドラマや映画などについて紹介する動画をアップする予定です。
もし面白かったら、チャンネル登録、高評価、よろしくお願いいたします。